し。はい、どうも皆さん、おはようございます。北九州ウォーカーの尾形です。はい、今日はね、火曜日なんですけど、木町に来ています。じゃじゃん。はい、木町のね、ここね、木町公園っていうところに今いるんですけど、まあ、今日はですね、久しぶりにこの木町周辺をね、散策してみようかなと思います。で、木町はね、1丁目、2丁目、3丁目、4丁目ってね、4つの町内からできてるので、まあ、とりあえずね、1丁目から順番に歩いてみようかなと思います。じゃあ、行ってきます。しかもね、この木町公園ってね、2箇所に分かれてるんですよね。こっちがね、滑り台とかある遊具のある広場。今ちょっとね、工事して音がちょっとうるさいかもしれませんけど、結構ね、正面に行ったらもう一つ公園があります。あとね、今日5月何日あったっけ、今日はね、5月28日火曜日、吉富70キロウォークを終えて2日経ってますね。まだね、お尻の臀部がかなり筋肉痛でちょっと痛いですね。よし、じゃあどう歩こうかね。さっきこの公園に来る前にね、あそこにある自販機でこれね、ジョージアの微糖ゴールデントリップ、これ美味しいですよね。甘いのがね、苦手な方は多分嫌いでしょうけど、僕は結構微糖が好きなので、木町1丁目からね、歩いて2丁目のね、何公園やったかな、止水公園やったかなね、2丁目にはそういった公園があるので、そこに最初はね、目指してみようかなと思いますね。昨日までね、肩甲骨が痛かったんですけど、筋肉痛でね、だいぶ治りました。でもね、お尻のやっぱ臀部はね、なかなか治りません。ちょっと痛いね。リカバリーウォークって感じですね。そういえばね、ここの道、ここね、歩行者専用地、ここ自転車の人はね、通らないでくださいって書いてました。この道ね、結構厳しいね。クラシオン木町、でかいね、立派なマンション。今日はね、午前中雨降ってたんですけど、今ね、さっき止んだぐらいなので、今から晴れてくるかな。あと昨日の夜からね、今日の朝もう6時過ぎぐらいに起きて、ずーっと編集作業やってました。吉富70キロウォークの編集作業ね、無事前編と後編も終わって、ヤマップに活動日記書いたりしてね、あとツイッター X にも上げて、 LINE ブームにも上げて、一通り SNS は完了させました。あ、こっちの七上がる小山支店と見て、キスケパーマの社員美容室がありますよ。営業中やね。このね、正面行ったら4丁目になってしまうので、左に曲がって木町2丁目を目指します。あ、これ有名なね、美味しいカレー屋さん、イートン、1回だけ行ったことあります。めっちゃ美味しかったですね。あ、もう今日もね、結構なお客さんで、今ね、チャット見ただけだけど、賑わってるのがすげえ伝わってきました。いいよね、美味しいし、おしゃれやし。あー、渡りたかったけど信号に引っかかった。見て、これ光線ビジョンって、最近ね、こういう看板収益じゃなくてビジョン型のやつ増えてきましたよね。すげえ。あ、今ね、信号渡ってこちら今歩いてるのが木町2丁目やね。ランチがあるよ、軽食で、これ天使の館っち、うどん350円やうち、めっちゃ安いね。へえ、
好み焼きとかうどんとか定食とかいろいろあるね。ここなんやろうね、新しいお店できたんかね。カノプランニング、ちょっとこの辺ね、謎の地域。さあ、ここね、主席が実はあるんよね。何やったっけ、火力発電所やったっけ、なんかの跡地があったよね。ほら、立ち入り禁止やけどね、何やったっけこれ、水道課長、うん、なんか赤レンガの遺跡は残ってます。何やろうね、ちょっとあんま今分からんけど、中の構造とか気になりますね。日本製鉄のエネルギーセンターって書いてある。あ、でもこれ問い合わせ先か。木町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目ってね、4つあるけど、この2丁目がね、多分一番来たことないかもしれん。まあほぼね、住宅地っていうのもあるんやけどね、やっぱ1丁目がよく行くよね。最初のね、冒頭の木町公園とかトイレがあって便利ですよね。ここなんかね、かっこいいね、石垣になっとる。綺麗ね。なんとなくなんですけど、木町この辺の人たち、ジロジロ見る、僕の方ジロジロ見てくる視線を感じます。なんか普段あんまりこんなことないのに、なんでやっか。今日はね、結構普段より地味な格好してんやけどね。ね、こんな感じで、まあ、下は緑やけどね、ここ黒っぽいで結構地味な方なんですけど、なんかね、視線を感じます、今日は。さあ、ここもね、さら地になってます。何があったんやろうね。てか、公園どこやったやろか。左かな、右かな。あ、行き過ぎた。この道やん、あっちでした。ね、土地勘がないと思いっきり間違えてしまいますね。 Google マップ見てよかった。まあ、間違ってもね、大した距離じゃないしね、別にウォーキングの大会じゃないきんやけど。ああ、今日ね、やっぱ涼しい系、めっちゃ歩きやすい、ウォーキング日和ですね。うん、これ古い平屋の家がありますね、長屋の家。あったあったあった、これか、止水公園ね。ほとんど来たことないけどね。もう怖い。この階段で行けるんやんか。
お、初めて通るこれ。お、すごい。こんなんあったんや、知らなかった。はい、そしてここがね、止水公園。昭和30年僕が生まれる前よりずっと前にできたんですね。結構ね、何人か休憩してますね。正面が紫川ですね。ちゃんとこういった健康器具もあります。これね、リズムステップってかわいい。ここね、あれ、正面がサンディブ木船ですね。しけさんうどんとかガストがあります。あとダイソーもあるね。なるほど。これね、東橋って書いてます。こっちもね、ちっちゃい橋がありますね。この小川のとこに石の橋がかかってます。古い感じのね。もうこの壁にね、苔がびっしり生えてますもんね。めっちゃ年季が入っと。やっぱこういうちっちゃい橋にもちゃんとね、名前がついてるんですかね。ついてないかな。あ、なんこれ、坂本橋。へえ、すごい。このアングルもね、初めて見ました。なるほど。結構登りですね、これ。わあ、普段ここ通らんけ、なんかめっちゃ新鮮。全然知らんところに来た感じがする。ね、ちょっとエンジェルって汚い落書きあるけど。今ね、これ多分木町三丁目に来たと思いますよ。一応確認したいね。ほら、あ、お寺があるよね。木町三丁目。この道を登ってまっすぐ行ったら、あの新高田の方に出ます。熊谷とか。じゃあ南小倉駅の方に行こうかね。あ、こっちの住宅地からアクセスするの初めてかも。あ、これ初めて通ったわ。
これね、今時はもう郵便屋さんもあれですね、カブじゃないんですね。なんか特殊な原チャリみたいなんで行ってました。おお、ここに出るんや。面白い。この道初めて通った人生で。で、こっちに行ったらラーメン屋の一心軒がある道かな。ちゃったかな。古いね、このマンション。マンションというかハイツかね。年季入っと。あ、焼き鳥かっちゃんとか。あら、これラーメン一応ってこんなあった。ラーメン屋さん、焼肉神楽、ここはね昔からありますね。さあ来たよ、 JR 南小倉駅。あーでも意外と久しぶりに来た。若い子は多いですね。駅前って面白いよね。いろんなお店があったりして。どすこいから揚げ大ちゃん、こっちなのにたこ焼き屋さんができた。前買ったっけ。食堂や無人販売所っち。さあこのね、木町三丁目にも公園があります。もしかして全部の町内にある公園が。公園があるといいよね。たこ焼き買ってここで食べれるもんね。木町三丁目公園。ああ久々来たね。ちょっとね、さっきコーヒー飲んだけトイレ行きたくなった。トイレ行ってきます。結構人がおるやん。はいね、便所の鏡に映った自分を見るのもなんか新鮮な感じ。辺りも古いよね。谷口薬局。あ、かわいい。これキッチンコロンって。なんかかわいいお店が多いね。焼き菓子工房プリモ。
これなんか石踏みがあるね。金光橋。カラオケ純子、ね、ここで絶対中渕剛の純子を歌った人いるでしょうね。ね、純子で純子を歌おうって酔っ払ったおじちゃんたちが歌ってそう。へへへって笑いながら。よっしゃー、さらば木町三丁目。尾形は今から四丁目に行きます。はい、来たよ木町四丁目。なんなん、めちゃめちゃアジフライをしとるよ。スタッフ大募集地。次回揚げたて味でアジフライ。めっちゃ人やん。長崎県松浦さんってお有名。この辺りもね、めったに通らんけ、めちゃめちゃ新鮮やね。あそこね、利用院があります。くるくる回りよけ営業中やね。音がしようね、日本利用館。ネーミングが壮大やね、日本利用館って。なんか日本の中心みたいな。熊谷ガラス店。あ、やっぱ木町ね、1丁目から4丁目まで歩いたら結構な距離になりますね。これがね、多分原町緑道になるっけ。これを越えたら原町ってことやろうね。うん、こう原町って書いておく。なので木町4丁目をちゃんと歩きます。めっちゃ涼しいわ。涼しいけどもう気持ちいい。少しね、背中がザック背負ってるんでちょっと汗ばんどうぐらいでいい感じですね。毎日こんぐらいの気温やったらいいのにな。でもこの前の吉富70キロウォークで春のウォーキング大会全て終わったので、それが結構寂しいですね。ああ、次は9月の北九州50キロまでなんもないんかって。大会がね、それがね、やっぱ寂しいね。絶対みんなね、そう思っとるはず。他のね、ウォーキング好きな参加者の人たちは。ああ、ここに出るんか。整形外科クリニックはできてますね。お食事どころ味の店八重。今日はね、開いてないです。あっちに行ったらね、イートンがありますね。最初の方の1丁目のね、あのカレー屋さんおすすめした。ここはもう昔からあるんですけど、一応ね、木町市場なんですよね。もうほとんど営業してないんやろうね、お店。結構まあ、まあまあ大きめのね、魚屋さんがあった記憶あるんですけど、まだやりようかな。
キマチ市場。あ、でもなんかレタスとか青果のお店があるからな。山本青果店。ちょっとね、結構歩いたんでお腹空いてきました。コンビニでなんか買って食べようかな。